チャンネルそこをという形でね今日トライアウトが行われましたけども早速動きがというところで日刊スポーツによるとですね中日ドラゴンズコーンゴオフ戦力外になった巨人中島選手そしてソフトバンク上林選手そして阪神の山本選手の獲得調査を進めていることが分かったっていうねあとはあの阪神板山選手を育成選手として。 獲得調査を進めていくっていう中で、まあ中島選手ね、代打の切り札としての役割を求められて、上橋選手らは攻撃力に加え、ディフェンスの強化を期待されると、見られると。で、えー、中日、立谷監督も、うちの場合は得点圏での勝負弱さ、犠牲フライ一つにしても打点が大事ときっぱりというところで、攻撃力をね、アップさせたいっていうところで、まあまだあの、<laughs> 獲得決定はしてないんだけども、獲得調査。まあまあ多分本人たちの連絡も行ってるだろうし、しかもあの、今回のトライアウト、まあいつもね、俺が言ってるけども、あの、トライアウトでヒットを打ったとか、え、抑えたとか、正直ね、まあもちろん成績出さないよりは出した方がいいけども、あんまり関係ないんだよね。ま一年間ね、え、しっかりスカウトも含めてね、ウエスタン、イースタンの2軍の試合、1軍の試合も含めて見てきてるっていうところでは、 正直そこまでね、トライアウトの成績に一喜一憂するほど関係ないっていうところがあるんだけども、まあ今年もね、阪神、北条、板山、山本、巨人、中島、桑原、鍵谷、三上、広島、岡田、ソードバンク、森、香山、上林、増田、そしてロッテ、菅野、楽天、住谷はね、このトライアウトに参加してないっていうところで、ひょっとしたらもうね、何かしらのリアクションがね、あったのかもわかんないけども、トライアウトに参加してない。 えー、中島、そして、上林、板山、山本とね、す、え、べ、ー、て、トライアウトにはね、参加してない。4名がね、ドラゴンズ。ま、あこのまま行ったらね、入団する形になるんじゃないのかなと。ね、やっぱり戦力外になった選手っていうのは、そういったところがね、笑おうもすがあるんじゃないけどね。えー、やっぱこう、早い者勝ちになるからね。まあ、もちろん、ま、いろいろね、相談しますっていうところはあるんで、なかなかね、即答っていう形はないかもわからないけども、ここはね、ほぼほぼ決まりなんじゃないのかなと。やっぱドラゴンズからするとね、まあ、あ まあね、皆さんが思う通りね、えー、得点力不足ね、4人もね、ピッちゃんの有力どころが10敗してしまうっていうところのね、援護のなさっていうところが、えー、挙げられてて、しかも、代打がね、右が少ないよね。なんかあったら、加藤とか、あと後藤俊太。あとはね、あの、トレードで取ってきた宇佐美とかね。 まあ、溝脇高橋周平みたいなね、全員左みたいな、代打。右で行けるとしたら、ス面で出てなかった福永とかね、えー、なかなか、あと石垣とか、でなってくるっていう中で言うと、なかなか代打が、のね、一番手も左ばっかりで、右がいないっていうところでは、こ中島選手の獲得っていうのは、今のチームのね、えー、足りないところを補うっていうピースでは、えー、非常に、これはなかなかいい選択、えー、だったんじゃ、えー、ないのかなと。しかもね、中島選手ね、72本。 で、えー、2000本っていうところにね、到達していくっていうことを考えると、まあ、なんとかね、頑張ってもらいたいっていうところもあるし、まあ、ここでね、しっかりアピールしとけば、まあ、ビシェードが日本人扱いになるっていうところもあるけども、競争もできるっていうところを考えるとね、非常にいい選択だったんじゃないのかなと。あと、上林選手もね、えー、守備もあるし、走塁もある。えー、その中でバッティングっていうところでね、まあ、外野は岡林、そして小坂まあ、ここら辺はね、決まってくると思うけども、まあ、大島選手もね、まだまだ結果を残せると思うけども、 年齢的な要素もあって、毎試合出るっていうところはなかなか難しい中で、ワンチャンね、上林選手もチャンスあるっていうところで、加藤、そしてね、後藤俊太ともに競争にね、なってくるかなと思います。そして山本選手もね、今年はね、ちょっと出場機会恵まれずっていうところもあるし、まあちょっとね、今のレギュラークラスとは大きくね、阪神では差が開いちゃってっていうところもあってね、戦力外になりましたけども、2022年ね、 え、シーズン途中、阪神に移籍した時はね、2割4分クリーンと、181打数45安打っていうところでね、まあ今はね、まあ内野手っていうところもね、まあ、内野手も左が多いんだよね。デュークもそうだしね、えー、村松もそうだし、ところではまあ左越え、まあ福永とか右だしね、っていうところはあるけども、そういった中でまあ30歳ね、堅実な守備もあるし、まあ安定的に、 使えるっていうところでは、戦力としてはね、えー、なってくるのかなと思ったし、まあ、このね、一方を聞いた時に、あ、この選択っていうのはドラゴンズにとっては今いないピースっていうところと、まあね、ドラフトも含めた補強をしていかなきゃいけない中では、まあ今度も早いもの勝ちだからね、 早く声かけて、早く了解もらったチームにね、契約になるから、やっぱりね、なかなかね、あんまり迷ってるとね、他の球団と契約されてしまうっていうところもあるんで、非常に、えスピーディーな選択、えスピーディーな動きっていうところでは良かったんじゃないのかなっていうところでね、あとはまあね、あの、試合下の人数の問題っていうのもあるんで、あの、ひょっとしたら、育成契約にね、なる選手も、もう出てくるかもわかんないけども、こっからの動き次第ではね、そういった上で、まあ契約しとけばね、昔の中村のりさんのパターンもあるしね、 育成からそこから這い上がってね、またゴーンっていくパターンもあるし、どういう形でも戦力外になった選手がね、こうやって拾われていくっていうところでは、非常にいいね、えー、選択、えー、だったんじゃ、えー、ないのかなと思います。でね、あのー、ボートでね、中田翔選手もね、立浪監督、えー、ラブホールっていうところもあるんで、まあもちろんね、ファーストっていうところでは、えー、中田翔ね、取りに行くためには、まあね、 あの、もう、あの、自由契約になったんでね、お金の心配もないっていうことを考えればね、ドラゴンズもね、喉が手が出るほどね、えー、このパンチ力あって、長打力もあるっていうところの中田翔のね、存在っていうのはチームに不可欠になってくるんでね、そういった意味では、交渉の場に立つっていうところでは、選択肢がね、広がっていくのかなと。そうなってくるとね、まあ、名古屋だからね、東京から近いっていうのもあるんで、 まああの中田だけがね単身赴任でいってあとは東京にねあの関東に3級であるから遠征できた時はね自宅から通えるとかっていうところもあるんでまあ名古屋だとね比較的家庭の問題子供さんの学校の問題とかも含めてクリアになるんじゃないのかなっていうところでドラゴンズはありじゃないのかなと。 あとはね、お金の面も含めた契約がね、どこまでまとまるかっていうところでは、中田、中島のね、ダブル取りっていうところでは、右の大砲、そして右の代打っていうところでは非常に、えー、大きな、この遺跡にね、まだ確定じゃないんでね、この調査、まあ、ま、でも、こう流れいったら、そのまま確定するんじゃないのかなっていうところはあるけど、日刊スポーツの報道的には、調査獲得を、え、だからまあ、打診したっていう形じゃないのかなっていうね、まだ了解はもらってないけど、ま、あここはまあ、スムーズに行けばね、 そのままドラゴンズっていうところにね、入団していく形になるんじゃないのかなと思います。それとね、まだまだプラスアルファとしては、ヤクルトがね、ソフトバンクのマスダ。 そして、香山西川のね、選手の獲得調査っていうところが出てるっていうところもね、ニュースになっていて、ま、ここもね、ヤクルトも今年、リリーフの左がね、ま、山、田口がね、守護神に行ったっていうところで、田口の代わりをするピッチャーがね、なかなか現れないで、ロッテからね、トレードで移籍した山本がね、一人頑張ってたけども、ここで香山が一人入るっていうところで、左のワンポイントも含めて、リリーフではヤクルトはかなり大きな形になるなっていうところと、この増田ね、パンチ力もあるし、 どっちかっていうと、あの、内野手ね、長岡、武岡とかね、宮本とか、太田とかもそうなんだけど、全員左なわけよ。ヤクルトもねえ、内野人が。そういったところで、この右っていうところの増田が入ることによって、いないピースを埋めれるっていうところでは、この、まあ、まだ決定じゃないけどね、ヤクルトのね、にソードバンクマ田っていうところも、めちゃくちゃいい選択えだったと思いますね。あとは、あのー、 dna にね、ソードバンク戦略館やったクキーキャッチャー。ま、あまだクキー若いからね、25歳っていうところでは、そこでもう一花っていうね、ところもあるし、あとはね、あの森、森、えー、獲得調査に向けて調査してるっていうところもあるんで、まあ、森もね、前も後ろもどっちもいけるっていうところでは、 DNA としたらね、関東とか無理だけど、5回3失点ぐらいでは試合まとめてくれそうな感じもするしね、まだまだね。あとやっぱりソードバンクとしては年俸が高かったっていうところもあると思うんで、ここら辺も年俸をね、下げて落ち着かせれば、年俸に見合う活躍っていうのは森もできると思うんで、DNA もね、先発の右っていうところで、森っていうところではね、ひょっとしたらうまくはまる可能性もあるんで、そういったところではね、かなり。 なっっていうかチームに沿った今年は結構トラウトでもいい選手たくさん出てるからそういった意味ではこういうにねもう早いもん勝ちだから。 どんどんね、早いところでしっかり決めていってやっていくとね、かなり来年の戦力に向けてちょっと底上げできるんじゃないのかなっていうね。あとは年俸を抑えて取れればね、そんな痛手でもないしね、FA とかになってくると年俸が高騰していくっていうのもあるんだけども、こういった戦力界から取っていくと、まあ年俸は抑えれるし、まあ選手としたらね、もちろんその高い給料欲しいっていうところはあるけども、安くてもね、取ってくれるところがあることの方が大事って思ってるしね。でそこで頑張れば年俸上がっていくっていうところもあるんで、まあ競争になったらね、 ねえー、のマネーゲームになるけども,もうなんなかったらもう早めに手を打てば、ね、安いあの年俸で獲得できるからねで選手はそれで頑張ったら、ねえー、給料は上がっていくわけだからねそんなあんまり最初からお金のことを多分言わないと思うんでそういった意味ではこう戦力外の選手っていうのは安くいい選手をしっかりとってチームに足りないところを補うっていうところでは今年は非常に優秀な、えー、まだ、ね、能力のありそうな選手たちが残ってるんでそういったところはね 有効に使っていっていいいいも面白いんじゃななのかなと思いますあそして今、あの、共同通信社のニュースでは、中島選手、そして上林選手、えー、近日中にドラゴンズと、えー、入団合以下ってなってるんでね、えー、関係者のに取材で分かったってなってるんで、えー、ここら辺はね、これで決定になっていくんじゃないのかなっていうところもあるんで、そういったところではね、非常に良かったと思います。ということで、ね、あのー、 まあこのトライアウト終わった。 スピーディーな動きっていうところをお伝えしましたけども、ま、今後もね、どんどん、あの、こういうニュース出てくると思いますけども、それに沿ってね、ま、時間がしっかり空いてたらね、こういうふうに皆さんにね、その解説っていうのをお伝えしていきたいと思いますし、引き続きね、FA こう含めてストーブリーグね、注目していきたいと思います。今日名前が挙がった選手っていうのは、特にね、その今ね、移籍する、今日挙げたのは中日、ヤクルト、DNA だけども、そのチームの今足りないところに非常にフィットしやすい、今ね、厳選力で、 いない素材、いないタイプの選手っていうところでは非常に、ね、あの両方ともウィンウィンの関係で、ね、いい補強になったと思うんであとはここからは、ねまあ、選手がどこまで頑張れるかだからそういった意味では、ね、チャンスを得た選手はまた頑張って、ね、来季移籍するチームに、ねえー、貢献していってくれればいいと思います。ということでそこをお伝えしました。それでは <music>